始まりました。今日は8月21日20時、09分ですね。20時9分 YouTube 録画しております。今日はこちらのイーサリアムのチャート分析ですね、していきたいと思います。イーサリアムもね、今までしてなかったのも不思議かと思うぐらいの、大人気の仮想通貨になります。ビットコイン、次にね、有名なのはイーサリアムと言っても過言ではないかな。ランキングも今2位ということで、時価総額も2位ということで、仮想通貨、アルトコインを代表するですね、こちらのイーサリアムなんですけども、今ですね35万円ぐらいですかね、こちらチャート上では35万円ぐらいで推移しているというところです。それからですね、今ちょっとですね、仮想通貨全体がちょっと、下落してきていますので、ちょっと心配な動きもありますので、ちょっと緊急録画ということでしております。どこまでね落ちてくるかちょっとわからないんですけども、少しね、ちょっとこう下げ方が急なので、大きな下げにならなければいいなと個人的には思っています。こちらのイーサリアムですね、アップデートも終わりまして、今順調に上がっていきまして、それからもともとイーサリアムはね、枚数の制限というのがないんですけども、一応この度の、アップデートでですね、少し焼却したというかね、枚数をちょっとこう何て言うんですか、少しバーンという減らしてですね、調整して、価格の一つのイーサリアムの価値が上がってきているというような状況も今背景にあるのかなと思います。それから7月のね、半ば後半ぐらいですね、半ば過ぎぐらいから右肩上がりに上がってきまして、こちらのチャート上では20万円のイーサリアムが今35万円ぐらいですかね、ということは 1.7 倍ぐらいということですね。7月末ぐらいに買った方は1.7 倍ぐらいに既になっているということです。6月の末ぐらいもですね、20万円ぐらいのこちらですね、こちらの価格になっていて、それからこの時は7月頭ですね、25万になり、それからまた20万の、下値のラインになってるんですかね、20万円ぐらいがですね、そこから一気に上がってきたということで、25万超えて35万に一気になってきたというのが今までの最近の動きであります。からどうなるかというのが皆さん気になっているとは思うんですけども、今日の下落がですね、そこまで大きくなければ、一旦40万円、目指す動きにはなってくるのかなとは思います。35万でね、超えてですね、少し、35万でちょっとこう下に固めてからの40万になるというのが一番濃厚な感じかと思うんですけども、ちょっと下落してくるとですね、一旦30万円ぐらいが一旦支持線になるのかなと思います。下げてくるようですと25万円ぐらいとこまで落ちてくることも状況としてはゼロじゃないのかなというふうには思っています。総じて仮想通貨の現状を見るとですね、マーケット全体はかなり強いというところがありますので、年末に向けてですね、仮想通貨って結構上がる時があるんですね。今年もなんとなくそんなような動きが今のところ予想されているのかなというところもありますので、ここからさらなるね、上値を追っていけるかというのが今焦点というところもあるのかなと思いますし、今のところね、こう急な下落というのがなかなか最近ないので、そのあった時に、逆に例えば25万、20万になって、一瞬ですね、一瞬になる時あるので、それが来てですね、一気にまたここまで戻ってこれるかっていうのがちょっと一つ、そこまで試さなければね、順調に上がっていければいいんですけども、そういうこともあり得るかなと思って、今、こちらイーサリアムのチャートを眺めています。イーサリアムはね、本当にビットコインに続いてね、今も昔もですね、仮想通貨全体を引っ張るリード役というのは間違いないと思いますし、いろんなところでね、使われる仮想通貨になってきていますのでね、本当にここからのさらにね、価値が高まる、そういうこともね、十分考えていこうかなというふうには個人的に思っております。ということで、今回のね、イーサリアムのマーケット、こちらのチャート分析の方は以上となります。最後までご視聴ご清聴いただきましてありがとうございます。